乃木坂46の遠藤桜が、22歳の女性トラック運転手、トラックメイメイの SNS アカウントを原案として制作された FOD オリジナルドラマ、トラックガール、7月19日0時配信開始予定でドラマ初主演を務めることが分かった。SNS で話題の、トラックメイメイ、ドラマ化、トラックメイメイ、アットトラックマイメイは、 ツイッター30万人、インスタグラム8.8万人、2023年5月現在、というフォロワー数を誇る人気アカウントで、仕事終わりに少し変わった T シャツを着て、お酒を豪快に飲む姿が SNS で話題となっている。バル、本ドラマは、人生をポジティブに過ごす女性トラック運転手と、愉快な仲間たちの日常を書くハートフルコメディドラマ。 亀尾運輸という運送会社を舞台に、主人公で女性運転手の倉手順が男社会とも言われるトラック物流業界でたくましく働く姿と、仕事終わりに行きつけの居酒屋でその日の疲れをお酒で洗い流すという、身近にあるシーンを切り抜いた物語。 運送業という過酷な職場に身を置きながら、こだわりを持って働く倉手順と、その中で出会う人とのつながりや、運送業あるあるなど、身近にあるけれど意外と知られていないトラック物流業の仕事を紹介。そして今回、このトラック物流業の中で起こる、 クラテジュンと個性的な仲間たちの一に変わった日常を、野木坂46をはじめ様々なアーティストのメガボルトや、数多くの CM を手掛ける林望がドラマ初演出する。遠藤さくら、ドラマ初主演、すごい緊張と責任感、ドラマの主人公、クラテジュン役は、もしも、イケメンだけの高校があったら、テレビ朝日系、2022年、でヒロインを演じた遠藤が務める。 本ドラマのモデルとなったトラック命名、とも同年代で、ガテン系の役柄を体当たりで演じる。バル、エンドウは、経験が少ない中、主演という形で一つの作品に携わるのは、ものすごい緊張と責任感を感じます、と心境を明かしつつ、この作品が一人でも多くの方に届き、笑顔になっていただけたら嬉しく思います、とコメントした。 遠藤桜コメント、経験が少ない中、主演という形で一つの作品に携わるのは、ものすごい緊張と責任感を感じます。そんな毎日でも、くすっと笑える明るくて賑やかな内容と撮影現場に私自身も助けられていました。この作品が一人でも多くの方に届き、笑顔になっていただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。 バル、トラック命名コメント、トラックドライバーとして働き始め、もともと人付き合いが苦手だった私の人間関係の悩みもなくなり、私のような女性でも運送業界で仕事ができるんだ、と思えるようになりました。物を運ぶ、人に届ける、少しでも誰かの役立ちたいと思いながらひたすら毎日の仕事を終える。 その後のご飯や、ビールが最高に美味しくて、働くってこんなにも素晴らしいことなんだと日々実感しています。バル、トラックドライバーはどうしても世間的なイメージがまだ悪くて、なりたい職業の選択肢に入れてもらえないけれど、私はこんなにやりがいのある仕事はないと思っています。 この職業に興味を持ってもらうことで、人とは違う新たな楽しみを見つけ悩みから救われる人が絶対にいると信じています。林ぞみコメント、米々さんの SNS を初めて見たとき、衝撃が走りました。その職種や飲みっぷりだけでなく、何事もポジティブに解釈するひょうひょうとした姿に、ストレスの多い現代社会を生き抜くヒントがあった。と感じたからです。 次の瞬間、僕は初めて使うインスタグラムの DM でドラマ化したいです、と連絡をしていました。連ドラを撮ったこともないのに、演じるのは遠藤さくらさん。彼女のパーソナリティとは違う役をいつか見てみたいと思っていましたが、倉手順はうってつけでした。愉快で頼もしい仲間と共に、男社会を前向きに生きていく姿をぜひご覧ください。